せーので3、はい、今日は10分チャレンジ、イエーイ。今日は10分でおつまみ4品作っていきたいと思います。このちょっとチャレンジは初めてでドキドキするか、できるかわかんないけど、10分以内に4品頑張っていきたいと思います。ということで早速やっていきましょう。ガッ、はい、なんかとりあえずドワーッといっぱい使えるやつを並べたので、これでやっていきたいと思います。タイマーは10分です。それでは、よーい、スタート。じゃあ一応あと10分で追加していきたいと思います。ごめんなさい。よーい、スタート。
実質約20分で4品できました。20分もかかった。はい、ということで完成しました。まずこちら1品目の牡蠣のもみじおろしポン酢、しらたきビビンバ、はんぺんピザ、卵あんかけ、20分ですね。はい、10分で4品の予定が20分で4品になってしまいましたが、こんな感じでした。こうやって並べるとさ、すごいなんか彩り豊かで、20分でこんだけできたらね、十分だと思います。甘い甘い。ということで、ゆっくり食べたいと思います。今日のビール、金麦ラガー。秋の味できました。せーので、さん、はい、いただきまっちょ。乾杯。チーン。あー、すっごい最後にアルコールがサパーってめっちゃ広がる。これなんかすごい、すっきり苦めみたいな感じ。でもなんか爽やか系やのに、爽やかのに最後にすごい感じる。なんかちょっと秋の味がわかるな。やっぱ薄張りで飲むと美味しいな。薄張りで飲むとなんか全然違うわ。ということで食べたいと思います。まずずっと食べたかった牡蠣、いただきます。うん、うんま、こんなうまいわ。うん、バリうまい。じゃあ次、白滝ビビンバ。最後さ、キムチ入れるの忘れてるのに気づいてちょっと焦った。いただきます。うん、ビビンバ、あとウインナー入れて正解やわ。ウインナーがまた味を引き出してる。うん、うんうん、こら痩せるで。え、美味しい。でもヘルシーでさ、こんなにいろんな料理あれば結構いいよな。うん、うん、冷麺ビビンバみたいな感じ。あっさりしてて美味しい。いいやん。じゃあ次、はんぺんピザ、せっかくなんで手でいただきます。
ピザや。ピザや。うわ、うまいな、ピザ。え、これうまっ。うん、これ私天才かもしれへん。はんぺんピザマジで美味しいで、うん、これにちょっと忘れてたのがトマトも乗せ忘れちゃってんな、トマト。うん、これはあの飾り付け、これがあることによってちょっとなんか映えるやろ。そしてそして卵あんかけ、これはねめっちゃ気になってた、 TikTok でねあのやってたものです。どんな感じか、いただきます。うん、あら美味しいわ。うん、豆腐が少しジューシーになって、タレがいい感じのなんかトロトロさとさ、まろやかさを出しててめっちゃ美味しい。うん、え、これいいな。卵1個でさこんなにできるってよくない？卵やっぱさ、なんかやっぱ3つとか2つとか使いたくなっちゃうけど、卵1つに豆腐を足すだけでこんなにふんわり、しかもなんかマシマシになる感じがすごい嬉しいなって思った。うん、これダイエットメニュー最高やわ。おいしい、いや、どれもおいしい。まあ火を使ったのはね、ガキぐらいなんですけども、次はね、なんか火を使ったまた違う10分レシピやってみたいと思います。ということでね、今回はこちらの4品でした。いやー、一番どれがおいしいって言われたら、ほんまにどれも美味しすぎて全部作ってみって感じ。ほんまにみんなも10分だったりとか20分でできるかやってみてください。楽しかったです。私は引き続きご飯したいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それじゃあバイバーイ。ちょっとゆっくり食べよう。んーまっ。うん。うん。